どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日話していきたいのは α7C2 と α7C4、どっちを買うべきなのか、もしかしたら悩んでる人もいるかもしれないんですけど、まあ、そこをね、実際に僕の目の前に α7C2 と α7C4 があるので、実際に使ってみた感想であったりだとか、それぞれのカメラを比較しながらどちらがいいのかっていうのを見つけていただければ、この動画を見るためにもなるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずはですね、 α7C2 そもそもどんなものなのかっていうことを知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に話していきますと、世界最小最軽量のフルサイズカメラ、ソニーの α7C の後継機種になっております。10月に発売された、10月14日かなに発売されたカメラになっていまして、あくまでボディライテブレ補正を搭載している機種として、世界最小最軽量というカメラの後継機種になっております。で、僕の動画で毎回話していることなんですが、フルサイズカメラはスマホのね、センサーの、まあ、約ね15倍から場合によっては30倍ぐらい大きいセンサーを搭載してますので、まあ、すごい簡単に言えば15倍高画質な写真であったり動画が撮影できるよっていうのがメリットになっていきます。そもそもフルサイズカメラを選ぶメリットになります。そして、まずですね、結論から、今回 α7C2 を、購入しまして、結論、めちゃくちゃ買ってよかったなというふうに思っています。まあ、いくつか理由はあるんですが、そこに関しては実際にね、比較している内容を見ていただきながら、話していきたいと思います。まずですね、旧モデルとの比較を話していきたいと思うんですが、この画像に載っている赤い部分ですね、画素数が3300万画素になりました。そして5軸7段の手ブレ補正、まあ、5段から7段への進化ですね。そして 4K60fm、まあ、つまりスローモーションの撮影ができるようになったっていうところ。そして価格に関しては新品価格でいくと前の α7C と変わらない価格での、提供に今なっている状態で、実際にね α7C と α7C2 で大きく、異なっている部分を、僕がね実際にあの前の α7C を使っていたので、そこをね違いとして話していきますと、AI プロセッシングユニットと新しいインターフェース、これどんなところかというと、まあ、そもそもね、オートフォーカス、人間に対しても、まあ、他のね、昆虫であったりだとか、飛行機、電車だったりだとか、まあ、犬、猫とかね、まあ、そういうね、被写体を検出できる、まあ、分野が増えたっていうところもあるんですけど、まあ、単純にね、AI の骨格 AF っていうのが利用できるので、後ろを振り向いていてもサングラスをかけていてもなんとなくね、その被写体のに対してオートフォーカスを行ってくれるっていうところがあります。そしてインターフェースの部分でいくと、もう新しいメニュー画面になることによって使える機能っていうのも増えていくことになっています。例えば画面内クイックメニューっていうのが出るようになりました。この画面内クイックメニューに関しては、今までですね、例えばこう自撮りを撮って動画の撮影、写真の撮影をするときにもう画面上にシャッターボタンがあるので、そこを押せば一瞬でね自撮りを撮ることができます。今までだったらね、シャッターボタンを押し込まなきゃいけなかったりだとか、そうするとね、どうしてもこう軸がぶれちゃうんで、うまくね、こう自撮りをできなかったりする時がありました。そこがね、こうモニターを優しくポッて押すだけでも、もう撮影ができるのがすごくやっぱいいところだと思っています。そして、他のボタンのところでいくと、高画質なファインダーの搭載になっています。ファインダー倍率っていうのが上がっていて、かつ、まあ、画質自体がね、すごく改善されているので、α7C4、まあ、前の α7C だとちょっと使いたくないなっていうレベルだったんですけど、それがね全然使えるじゃんこのファインダーっていうレベルになったかなと思います。かつ、モード切り替えスイッチ、まあ、最近のソニーのカメラにはもう定番化しているスイッチになるんですが、ここに関しても S&Q のスイッチのところに、スロー&クイックモードとタイムラプスっていうさらに2段階目の設定をすることが、カスタムをね作ることができるようになっているっていうところが少しまた違う点になると思い
ております、そしてですね、カスタムボタン、ダイヤルが増えました。前回の α7C よりもカスタムボタンが1つ増えて、かつダイヤルも1つ増えました、まあ、それによって ISO だったりだとかシャッタースピード、F 値とか、まあ、どこかの部分とかをメニュー画面とかから操作をしなきゃいけなかったことが多かったんですけど、そこをね、操作しなくてもダイヤルをね、くるくる回すだけで変更できるようになったりだとか、今までねカスタムしたかった機能とかっていうのがやっぱりね一つ増えるだけでもだいぶね操作するときには助かってくるかなというふうに感じました。以上が α7C2過去のモデルとの比較になっています。α7C の、ね、中古価格がもう15万とか、まあ、低いとね多分14万13万とかで中古で売ってたりするので、まあ、最新の機能別にいらないからちょっとフルサイズカメラ試してみたいなっていう方はこの α7C の中古品をね、買うのも一つありなんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、そして、まあ、今回の本題である α7IV と α7C2どっちを買った方がいいのかっていうところなんですけど、まあ、そこをね話す上でやはり違いのところをね確認していきたいと思います。このねまた画像の中の赤い部分が、それぞれのカメラのメリットになっていきます。まずですね α7C2 のいいところ、5軸7段ですねの、手ブレ補正を搭載している。そして質量が 514g、まあ、つまり α7IV と 150g 近い、まあ、質量の違いがあるのでやっぱりここかなり大きい点かなというふうに思います。そして価格に関しても26万円となっていまして α7IV に比べると3万円安いような形になっております。対して α7IV はメリットとしては SD カードがダブルスロットになっているので写真と動画のねデータを2つの SD カードそれぞれにね分配して記録することができたりするのも個人的には α7IV の機種でよくやっていたところかなというふうには思います。そしてね機能の部分で違いをちょっとピックアップしていきたいと思うんですけど、先ほどお伝えしたように α7C2 では AI プロセッシングユニットを搭載しているのでより AF のね体験が素晴らしいものになっていると思います。まあ、もちろん被写体の検出の数っていうのも α7IV に比べるとやっぱり α7C2 の方が圧倒的に多いので、やっぱりここはね実際に昆虫とかを撮影してみると本当にね昆虫を認識してくれるんで、こう視覚にねオートフォーカスの場所っていうのがずっとこう昆虫に対してまとわりついているような状態で、すごくね驚きました。かつですねやっぱりさっきも説明したように新しいメニュー画面によってやっぱり今まで自撮りしにくいような場面とかでも気軽にポッとポチッと押すだけでもうすぐ撮れ始められるんで、これ初心者にもすごく優しい機能だと思います。対してですね α7IV の、機能を見ていきますと、見やすい、ファインダーですね、やっぱり α7IV の方が大きいファインダーを搭載しているので撮影するときにはやっぱりすごく見やすいなというふうには思います。でかつシャッタースピードっていうところがあるんですけど、まあ、シャッター、まあ、もう名前みたいなんですけどシャッターを切るスピードなんですけど、そこが α7C2 の場合だと4000分の1のスピードなんですけど α7IV の場合は8000分の1の撮影をすることができるので、やっぱりここはね、まあ、例えばまあ真夏で日差しが強い環境とかでもシャッター数、まあ、スピードを稼げる、だからまあよりこうなんていうのかな、動きの速い被写体を捉えるときに決定的瞬間を撮影しやすく、なっています。でこれはですね、ロー写真の連続撮影にも関係をしていて、α7IV の場合だとロー写真の撮影連続撮影が、まあ、1000枚以上いけるんですけど α7C の場合だと最大で確か40枚とかになっているので、なんかこうスポーツ写真であったりだと か, なんかこう動きの速い何かを撮影する人にとっては場合によってはちょっと仕事レベルで扱うにはちょっと α7C2 は向いてないんじゃないかなと思います。なんでねそういったこうお仕事を今後していきたいとかちょっとそういうものをよく撮ることがあるっていう人に関しては α7IV がやっぱりおすすめになります。でそこの仕事っていう部分に関連してくるとフル HDMI っていうのが指すことができるので、まあ、映像を外部に出力したりだとか、まあ、外部モニターでね確認をしっかりしたいとかっていう人にとってはやっぱりこっちのね、α7IV の方が優秀だと思います。まあ、今自分自身がこうやって持ってる
グリップに関してもやはり α7-4 と比較していくと α7C2 はだいぶ小さいグリップになってくるかなと思います。まあ、反対に返せば、まあ、僕みたいにね腕が、まあ、手が大きい人に関してはグリップがやっぱりしっかり持ちやすいっていう風に感じますし、手がそんなに大きくないよっていう方に関してはもしかすると α7C の方がちょうどいいかもしれないです。はい、そしてカスタムボタンですねに関しても α7C と比較して2つ多くなっています。ここに関してもやっぱりねこういろんな機能をプロの、まあ、現場とかだと割り当てなきゃいけないシチュエーションとかもあるのでやっぱりそう複雑な、まあ、環境においては α7-4 の方が優秀かなというふうには思いました。はい、ということで、今ね α7-4 と α7C の違いを、話していったんですけど、まあ、結論、まあ、どういうことを言いたいかと言いますと、まあ、今回の α7C2 は、まあ、本当に最強のハイブリッドカメラなんじゃないかなと思います。まあ、シチュエーションによってはプロの現場でも使うことができますし、初心者の方にとってもやっぱり重さがね 150g ぐらい軽くてもうほぼね 500g ってなってくるとなんかこう軽いレンズばっか手出しちゃうような状況じゃなくてちょっと重たいレンズを持ち出したくなったりだとか操作感っていうのもやっぱクイックメニューとかがある分、うん、初心者にとっても結構操作しやすくて分かりやすいんじゃないかなっていう風に感じました。まあ、なので、これからカメラを始める人に関しては、まあ、できれば予算があれば α7C2 がおすすめですし、まあ、結構ね高速な被写体を撮影したいとか、まあ、本当になんかプロレベルのクオリティを求めたいっていう人に関してはα7-4 の方が優れている部分もあったりするので、自分がね、実際にカメラでどういうね、撮影スタイルなのかっていうのを考えていただいて、この2つどっちか選んでいくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。最後にですね、まあ、個人的に α7C2 のちょっとしたね、改善の希望点っていうのをちょっとお話ししていきますと、まずですね、α7-4 には露出ダイヤルの、ロック機構っていうのがあるので、勝手にね、露出が変わってしまうっていうことがなかったりします。α7C2 の場合だとロック機構がないので、いつの間にか指が触れてて露出が変わってて映像がうまく撮れてないっていうことがもしかするとあるかもしれないですね。で、先ほどにも上がったように、デュアルスロットをやっぱり α7-4 に関しては搭載していて、C2 には搭載してないんですけど、全然 α7C のこのボディの中に SD カードって全然入れられると思うんですよね。こんな隙間があるのであれば。なので、ちょっとしたそこのね、おそらく次のモデルでは出てくるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとやっぱ足りないかなっていうところ。そして、カスタム設定をやっぱり4つに増設してほしいっていうところですね。これは α7C2 ではなくて、すべてのソニーのカメラが、まあ、ロックじゃないですね、カスタム設定が3つになっているので、なんかいろんなね、組み合わせをやるってなった時に、やっぱり4つあった方が便利かなとは思います。物理的なね、カスタムのスイッチのところがですね。はい。そして、内蔵マイクを FX3 と同配置にしてほしいというところですね。α7C2 のカメラに関しては、正面のところにマイクが搭載されていて、でここのね、まあ、正面のマイクって、まあ、前から喋ってる人の声とか前から流れる音っていうのはすごく記録できるのには メリットがあると思うんですけど、FX3 とか FX30 の、内蔵マイクってこの天面にあるんですよね、カメラの天面に。でカメラの天面にあることによってホットシューのところに風防をつけて内蔵マイクを利用したもう本当に軽量スタイルのこう自撮りであったりだとか撮影っていうのが実現できるようになるんですよ。ちょっとしたアクセサリーを購入するだけで、まあ、そこがね α7C もできればやりたいので、どうせねこのトップのところに軍艦のないデザインなのであればここに関してはこう統一してほしいなっていうところですね。で最後に 6K の撮影が改善の希望になってくると思います。
まあね、全然もうこの 6K の撮影なんて誰が撮るんだよと思う人も中にはいるかもしれないんですけど、まあ、6K 撮影で撮るメリットって、まあ、もちろんすごい綺麗っていうところもあるんですけど、最終こう 4K の映像を編集して仕上げるってなった時に、例えば映像でこうズームして拡大したいってなってくると、どうしてもこう 4K で撮ってると 4K の画質よりはズームするとやっぱ下がっちゃうんですよね。まあ、そこがやっぱり 6K で撮影しておけば、後でズームした時にもこう 4K の映像としてまあ破綻がしないので、やっぱそこに関してはやっぱ 6K も撮れるのであれば撮れた方がいいとはやっぱり思いますよね。まあ、あとは 4K120 フレーム撮影できるようにしてほしいですけど、まあちょっとこれは難しいでしょうね。多分そこに関してはあまり期待しない方がいいかなっていうふうに僕も思っています。はい、ということで、以上が今回の α7C2 それとも α7C4 どちらを買うべきなのかっていう点になりますので、ぜひね、参考になった方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしね、α7C2 だったりだとか α7C4 のこの比較に対して質問がある方は概要欄のね、あのコメントをしていただければと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイ。